ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。まあ来たるね、5月5日、まあ、夜になりますけども、22時からガチンコマッチョクラブのマスター、ミスター M さんとの対談がございますんで、ズームライブの方、この動画概要欄からね、URL を設定してお進みください。それですね、今日はマルチビタミンは飲んでいますかというふうなね、ご質問がミスター M さんにありました。さすがですね、詳しいですね。やっぱりね、私はサプリメントあれこれ飲むことはないんですけども、ただね、やっぱり少しずついろいろとね、体験してみて、効きそうだな、効きそうじゃないなってのはあるわけなんですよ。ただね、やっぱりサプリメントって飲んだその日に体感が入れるわけではないですし、もちろんサプリメントだけでね、問題が解決するわけではなくて、あくまでも筋トレがあって、有酸素運動があって、無酸素運動があって、日々の食生活があって、生活サイクルがあっての上でのサプリメントプラスアルファだと思うんですよね。だからサプリメントに依存して頼って、それで全部問題解決ってわけではないんで、私の方はね、どちらかというと朝昼晩の食生活を軸にして、そこからね、どういうふうに運動を分配していくかってことと、あとライフスタイルですよね。最近はですね、こちら手をね、疲労骨折してしまって、ものすごく痛むんですよね。そうするともうね、ダンベルも持てないんですよ。そういうことからね、ちょっと故障っていうのは絶対避けないといけないなと。もう47歳ですからね、あんまり若い時のように無理して見栄を張ると体をね、やっぱ痛めてしまうことになりますんで、今はちょっとね、長期回復の時間を持たないといけないなと思います。そしてこっち側もね、去年の9月に脱臼してから、やっぱりね、本調子じゃないんですよね。もうこういうことが重なって、いきなり体って使えなくなるのかなと思います。まあですから、多少でもね、筋力つけといてよかったなっていうのはこういう時感じます。回復が結構早いんでね。ということでね、今回はそのミスター M さんの動画を見てつらつらと喋っただけとなってきます。まあ5月5日、皆さん、私もね、いろいろとミスター M さんに聞いてみたいことをね、考えておりますので、皆さんもよろしかったらね、ライブ中にご質問があればしていただければと思います。で、今日チャンネル登録者数を見ると、ミスター M さん81になってますね。しかも高評価が4、私も押すんで5、視聴回数13。いや、なかなかいいですね。ファンがついてきましたね。本当、皆さんのおかげで、ガチンコマッチクラブも盛り上がってきました。では、よろしくお願いします。